インゴルフチャンネルの皆さん、こんにちは、ゆりんぼです。カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子のゆりんぼちゃんにご出演いただきました。イエーイ、お願いします。ちなみにその子は、この子はみはるって言います。あ、みはるちゃんくん。みはるちゃんです。前職の同期の名前取ってみはるにしてます。ここに同期の名前なんですM って書いてあるからなんだろうなって思って、そうみはるって名付けました。ありがとうございます。じゃあ、みはるちゃんと一緒の出演で、はい、一緒にコラボ出演で、コラボで、はい、なんか喋るんですか、みはるちゃんは。この子は特にあのドライバーの応援隊としてあのそばで支えてくれるだけの存在になります。かしこまりました、はい。まあ、ということで今回は茨城県の水戸ゴルフクラブ、そこの東コースの9ホールをダウンロードしてもらいたいなと思ってます。はい。でこの企画なんですけど、毎週金土日にインスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、ゴルフのプレーとかトークとかを、まあ、視聴者の皆さんに見てもらったり、インスタだけだとなかなかちょっと伝わらないところとかもあるんで、動画を通してちょっとお伝えできればいいなと思ってちょっと始まりだした企画になってます。でラウンド中にちょっとゲームを用意してまして。え、ゲーム。はい、インゴルフミッションゲーム。はい、25マスありまして、うん、一個一個あのミッションが用意されてます。パー取ってくださいとか、カラーボール使ってくださいとか。カラーボール。はい、あと自己紹介してくださいとか、っていうのがあります。15マスクリアしていただきますと、こちらをプレゼントしてます。何ですか。ほー、アマゾン3000円券。はい、15マス。はい、でこれね、ここ実はこの前までは20マスだったんですよ。はい、ちょっと達成しなくてですね。そうなんだ。ちょ、申し訳ねえと思ってちょっと下げましたラッキーじゃん。じゃあ、はい、私なんで、まあ、絶妙なこの60ポイントなんですけど、15でしょ。なんかいろいろ項目がある。はい、でまあそれをやりながら、ちょっとゆりんぼちゃんなんかいろいろやられてるのちょっとさっき簡単にお聞きして、はい、もうすげえなっていっぱいあったんでそういうのもちょっと聞いていこうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ早速スタートしたいと思います。はい、頑張ります。はい、はい、こんな最初から打ち上げってなかなかないですよね。じゃあお願いします。はい、お願いします。268ヤードパー4、1日頑張っていきます。とりあえず黄色い旗狙いで。うん、ステイステイステイ。おお、ナイスです。とりあえずフェアウェイですかわいいですよね、みはるちゃん、うん、はい、その子は基本的につけてないので。あ、それはつけないですよね。そうなりますよね、落ちちゃうから。つけるとさ、そう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 、俺のクマもさ、いつも脱走するもん。あ、何クマなんですか。うーん、わかんない何クマかわかんない。クマ。緊張しました。はい、最初のトークの方が緊張しました。オープニング普段喋り慣れないので緊張します。あ、なるほど。慣れてないことというのは、まあ、やっていかないと分かんないですよ。うん、いやー、2段目難しそう。なんかシュールだな、こう一人でプレーしてるうわー、これショートしたらバンカー入っちゃうやつだ。バンカーに入りたくないから、オーバーかちょっと左か。でも左側の方が良さそうだな。いけー、止まった。次次。でもあそこからだったらバンカー入んないですよね。うん、ダウンブローだからこの打ち上げ苦手です。あ、イメージが出しにくい。一人ラウンドって初っすよね。一人ラウンド初ですよ。ですよね、普通しないですもんね、うん、でも今って一人予約サイトとか、 あとゴルフ場によっては一人で回れるところとかありますよね。あると思う。なんか一回探して、こそれんですか、それは。
じゃあ旅行先で会ったんだけど、うん、結局レンタカーとか大変だなと思って、うん、ちょっとやめちゃったんだけど、あったあった、そういえば一人でも回れるプラン。ねえ、これめちゃくちゃ大事やん。こんな上がった左足上がり。45ヤード52番で打ちます。どうだ、乗ったかな、うん、乗った音、乗った音。あとはどこまで行ってるかってそう、意外とピン右やからな。はあ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 、乗ってました。あのゲーム20マスのままにしとけばよかったかも。なんかうまいぞ。よっしゃー、上りフック。重たい。うーん、足りなかった。9フィートですもんね。うん、上りもっと見ていかないと。惜しい。OK です。ありがとうございます。入ったかと思った、ねえ、うん、いい感じだったのに。ちょっと切れた。ちねえさん、ダボダボです。悲しい。ロングパット外しちゃダメですね、ファーストパット、うん、確実に押せないと。思った以上にグリーン重たいです。うん、確かにです。雨降ってたからかな。じゃない、なんか結構しっとりねしてますね。練習グリーンからなんか急より重い気がする。雨降らしたんでしょ。雨女だからずっとなんか私雨女なんでって言ってたんですよ。ちゃんと連絡してましたもんね。そうそう、まあ本当にその雨ちょっとあったからそう。蚊に刺された。ああ、刺されてました。なんか痒いな。ちゃんといつも入れてます。なるほど。って感じで、まあ、あの1ホール目ダボでした。はい、はい、でもミッションゲームの方で3パットが確かあったと思います。はい、あった。はい、これ丸つけるんですか。はい、そうです。で早速ちょっと自己紹介3ポイントっていうのがあるんで、まあ、別に3ポイントと言わず5ポイントでも10ポイントでも好きなだけしてもらって。私の自己紹介でした。私の主者がいないです今日。私の動画です今日。今は、ゴルフ女子やっております。やってる内容としては、一つはダブルイーグルというゴルフのセレクトショップですね。そこでアルバイトで販売員をやっております。もう一つは赤坂でゴルフバー、シミュレーションのゴルフバーを経営しております。はい。おお、経営してんすか。はい、経営、ちょっとそっちの前にダブルイーグルは、はい、どこのお店。恵比寿店です。あ、恵比寿。はい、渋谷橋のところに、恵比寿駅からすぐのところです。あ、うん、そうなんだ。行けば店員さんやってるんですか。そうです、行けば店員さんやってます。おお。まあ週2週3で。あ、なるほど。そう、もうシフト制でバラバラなんですけど。平日とか土日とかどっち、だいたいこの曜日にいるとかって。平日に土日どっちかっていう感じかな。あ、じゃあバランスいいね、はい、平日型の人も土日型の人も。そうですね、あ、気楽に。はい、丸一日いるので見かけたらじゃあ声かけていただいて、はい、ゆりんぼちゃんって声かけてください。確かに。いや、それよりも気になったのが、はい、ゴルフバーの経営、うん、何ですかそれ。経営者だったんですよ。ゴルフ女子じゃないじゃん、経営者。ゴルフ女子です。経営者じゃん。もうゴルフが大好きで、うん、ゴルフを仕事にしたいな、はい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 、が形になりました。どういうことですか。なんか バーを経営されてスタッフさんがいて、うん、そうですね、ゴルフ女子の方がいて、うん、一緒にラウンドしたりとか、うん、あとは、基本的にはそのお酒を飲みながらラウンドできるような環境にあるので、そこでお客さんと一緒にラウンドしたりとか、うん、という感じですね。韓国料理を食べながら、あとカラオケもしながら楽しくラウンドできるので。いろいろあるんですね。そうなんです、うんうんうん、場所は赤坂になりますので、うんうん、ぜひ遊びに来てください、うん、それはいつからやってるんですかそれ。そのシミュレーション自体は1年半前からなんですけど、バーは、今年の1月から。あ、
なるほど。じゃあちょっと お近くの、まあ、都内の方は結構行きやすいと思うん で、 そうです、ね、もしちょっと機会があったら、うん、あの概要欄にインスタもあるあります。アカウントあります。そのお店のインスタのやつとかも貼っとくんで ありがとうございます。見てなんかこう来てもらえたらいいよね。そうですね、あの DM でも何でも、うん、あのご連絡していただければ。あ、でも毎日はいらっしゃらないでしょ。そうですね、自分のお客さんが来てくださる時にお店に行くので、まあ、だから行きたいですって言ったらそこで一緒に日程調整する。ああ、じゃあ DM くれればこの日に行きたいですって言えば、うん、行ければ、うん、はい、タイミングがあれば、うん、最寄りで言うと赤坂駅、ため池山王駅、赤坂三つ駅、うん、割とね、どの線も通ってる感じなので、お仕事帰りでも、ね、うんうんうん、ゴルフ帰りでも反省練習でも確かに確かに、うん、二次会でも何でもいいので気軽に遊びに来てください。ありがとうございます。なるほど、なんか経営者さんでしたなんかってなんかって何ですかあのバンカーには絶対入れたくない。なんかバンカーの位置難しいですね。うん、なんか今のところあれだよね、難しいよね。ねえ、あんなところ出るイメージないてか、あんなあそこで傾斜あっていいんですか。すごい試されてる。感動してます。感動感動ですね。ここはまっすぐ行きます。結構飛んだな。ちょっと右だけど、ラフでも残ってる残ってる、うん、フェアウェイよかったじゃない、ラフ右から左のグリーンを狙う。雨女の話なんですけど本当は千葉のゴルフ場で撮影する予定が前日に雨予報が出て急遽ちょっと上に上がって水戸の方まで上がったら曇りだったんで素晴らしい逃げてきました。その判断力が素晴らしいです。でさ、都内からでもさ、うん、たまたま空いててさ、うん、1時間半ぐらいで水戸まで来れてさ。そうですね、そう、水戸まで来ると結構こう天気変わるから。あ、そうなんだ。そう、あまり水戸の、ほら、なんか千葉は降ってても、うん、上の方はまだ降ってないよとか、まあ、あと逆の神奈川とか。そう、あまり水戸のゴルフ場来たことがなくて、うん、初めてレベルです。グリーン見えてませんこちらから。とりあえず黄色い旗の延長線上らへんですよね、うん、右グリーンの方行ったけどいいと思います。見えません。はいだからゆりんぼちゃんが雨女でも、はい、大丈夫です。場所を変えれば大丈夫です手段が素晴らしいもともとやると思ってたゴルフ場にさ練習ラウンド行ったんだよねしかも2回行ってますから、ね、だらしちゃうからねそう、練習ラウンドその1回目の方先週行ったんですけど、それは自分で予約して行ったんですよ、うん、で、あの早朝スルーを予約してると思ったら早朝ハーフ撮っててで、そのハーフが撮影とは違うハーフでああ、なるほどね。だからただ行っただけみたいな。18ホールだったら次が撮影する場所、あ、そうそうそう、の方も行け、練習できたけど、練習ラウンドできたけど違う。まあ結局行けなかったですけどだから行き方を学べた結局行けなかったけど、結局行けなかったですけど。52ヤード52度で打ちます。手前より奥けど、そんな先もよろしくなさそう。とりあえずグリーンには乗せたい。あ、これ結構いいと思うかな。方向良かったですね、うん、こういう砲台すごい苦手なんですよ、うん、苦手な人多いですよね、うん、やっぱ見えないからね。そう、落としどころが、ね、ちゃんとスタンス取る前にグリーン見てから行かないとイメージどう転がってとかって分かんないですもん。え、ない、大きかった。あ、ちょっと大きかった。あ、ちょ、あ、まあね、ピンが奥だからね、うん、下り持ち下げないように気をつけ。 OK、パターかな。ゴー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 。
違う。ノーオッケー。これはね。うん。もう一回。もう一回。おお。くるくるパッド、くるくるパッドです。さっきこれが跳ね返られたけど。よかったー。三四ボギ。はい。ホール紹介もやってもらっちゃおうかな。はい、かしこまりました。こちら104ヤードパー3です。谷があるので谷に落ちないようにショートしないように気をつけながらショットしていきたいと思います。はい、いかがですか。はいはいってショートしたくないから9番アイアン軽くショットできます。アゲンストですね。戻されそう。どうなの、うん、おーナイスです。距離バッチリじゃないですか。ねえ、軽くショットが来ました。よかった、安心です。私、いや、いいっすよこれは。ねえ、距離感ほんとすごい。フックちょっと上りの1カップぐらい。フックシュートはしたくない。ふぅー、え、こんなにスライなんの。私フックって言いましたよね。まあでもこっちからは結構こう下ってるからそれが効いたかもね。ゲー結構切れるっていうことは上りパットも要注意です。弱いかオッケーです。3パットです。ボギー。もったいない。もったいない。なんでそんなに行くの。そんな右に切れる、うん、行かない。こっからだと下りが、ね、全然見えない。そう、え、難しい。グリーンの味方、養いたいものです。うん、養っていくものか。そうだ、うん、向き合わないとわからん。向き合い続けろ。